ブロックチェーンって、まあ、読者の方に簡単に説明するのは難しいと思うんですけど、あえて説明するとどういう技術というふうに。まあ、僕は簡単に言うと、まあ、データが消せないデータベースって呼んでるんですよ。で、結局、まあ、普通のデータベースってデータ、ね、消したり書いたり、変更したりできる、ね、当然できますと、Excel みたいになってます、それが絶対消せないんですね。絶対消せないことが保証されてるから、お金のような数字を書き込んで、これが、残高が絶対消されないことが分かってますから、お金として、転々流通として信頼されるという言い方をしてます。なるほど、なるほど。それを具体的に今既存の、まあ、既存のっていうか Web2.0 的なデータベースと違って、そのブロックチェーンを使うと、まあ、どのようなこう変化が訪れるか、生活とか社会とかってどういうメリットがあるとお考えですか。まあ、まずやっぱりその消せないっていう利点って、僕5大利点って呼んでるんですけども、まあ、消せなかったり、その何でしょう、まあ、ビザンティン体制っていうんですけど、落ちない、あと高可用性、動き続ける、で素結合がしやすい、でエンタープライズ向けみたいな技術があるんですけども、この特徴を持っている技術ってブロックチェーンしかないんですよ。なるほど。なのでこれを利用したら何かが出てくる、まあ、NFT かもしれないですけども、で大きく僕ブロックチェーンって2つに分かれると思ってて、まあ、世の中誰でも参加できるパブリックチェーン、で一部の限定した人こそ参加できないプライベートチェーンというのに大きく分かれるんですよ。で僕らビットフライが作っているのはプライベートチェーンなんですよ。でこれは主に金融機関に使ってもらうとか、大企業に使ってもらうというのが僕らのお客さんに使ってもらうと。でパブリックチェーンはまさにビットコインとかイサリアムとか、まあ、ファイルコインとか NFT とか、そういったもの。でこれ全然なんでしょう、基本的なその5大、5大利点というのは両方持っているけれども、用途がだいぶ違うと。でもちろん両方とも消せないデータベースですと。なのでこの2つのエンタープライズ向けっていうのと、コンシューマー向けっていうのは2つ別々の進化をしていくと思っています。加納さんとしては今そこでミヤビっていう、まさにコンソーシアムチェーン、プライベートチェーン、企業向けのエンタープライズブロックチェーン作られてますけど、まさにそのまずミヤビがどういうもの でそれがその先ほど言った、そういったエンタープライズブロックチェーンがこれからどう進化していくかって考えてらっしゃるか教えてもらっていいですか。エンタープライズブロックチェーンって基本的に、あの5社ぐらいしかやってないんですよ。うちとハイパーレジャーと、まあ、コールダさんと、イーサリアムコールと、ぐらいの、で、まあ、ハイパーレジャーいくつかシリーズがあって、そうですね、でここがどう進化していくかって、ここ基本的にパフォーマンス競争をしていて、1秒間にどんだけトランザクションを処理できるかっていう。でこれ実はブロックチェーンをデータベースとして使うと、セキュリティはすごく上がります。で分散型なので落ちない、可用性も上がります、ずっと落ちないけれどもスピードがめちゃくちゃ遅いんですよ。でこれをどう克服するかっていうのが今の戦いです。だスピード競争で、一つはそのシャーディングっていう技術があるので、その技術を実装してどうやってシャードさせるかとか、まあ、ちょっと専門的になっちゃうんですけど、まあ、そういったその技術の競争がされているようにも思います。で一方でこっちのパブリックチェーンっていうのはサービスの競争がされてるんですよ。パブリックチェーンの基本構造っていうのはビットコインみんなパクビットコインかイサリアをパクってるので、あんま変わんないんですね、アルゴリズムも。だそこの進化ってあんまりなくて、まあ、レイヤー2とかセカンドレイヤーとか、まあ、そういったのはあるけれども、あんまり実は流行ってない、だそのパブリックチェーンとその技術の進化っていうところを見ると結構遅いんですね。どっちかというとアプリケーションレイヤーの、まあ、実用的にコンシューマーが何に使うかっていうところが進んでいるので、まあ、そっちの方に進化していくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。特にそのエンタープライズブロックチェーンだと、先ほど金融とおっしゃいましたけど、まあ、金融以外にもいろんな金融分野にも使えるじゃないですか。どういう想定、まずジャンルから広がっていきそうな感じですか。まあ、多いのはサプライチェーン、まあ 金融ですよね。銀行、保険、証券、でサプライチェーン、不動産、あとは、まあ、あとはその存在証明系で、まあ、契約書をどうするかとか、そういった話だと思うんですね。基本的にはそのトランザクション量が多くて、同じことを繰り返すような業種に強いんですよ。あんまり複雑なことできないので、ただ信頼できますと、絶対消えませんと、で永遠に動き続けますと、で管理もいりませんと、基本的にはっていう状態の、データベースに何かを書き込みたいと、で不正がないことが分かっているので監査にも耐えられますよっていうのがエンタープライズ向けの用途かなと。
このエンタープライズ向けはまさにだから今 DX とか言われて、うん、去年ぐらいから言われているところに非常に噛み合っていく感じですかね。そう、用途によると思うんですよ、はい、結局その僕らの業界で Y ブロックチェーンって言われてるんですけど、うんうん、なんでブロックチェーン使わなきゃいけないのっていう、はい、うんうん、これに対して、既存技術でいいんじゃないかっていう反論があるわけですね、うんうんうん、で僕はこの5代理店があるから、うんうんうん、ブロックチェーンの方がいいんだよっていう言い方をしてるけれども、うんうん、じゃあその既存技術でもう作っちゃいましたと、はい、これを壊して置き換えるほどのベネフィットがあるんですかってなると、うん、じゃあそこまでの経営判断はまだできないよねっていうのが多くの人だけ、うんうん、なるほどな。ところが、はい、海外やっぱり進んでいて、はい、まあ、例えば CBDC ですよね、中国人民元のデジタルマネーとか、はいはいね、うん、これブロックチェーンでやっています。で、例えばトレードファイナンスって言われているような、うん、海外 の, その輸出入をやっているものをプライベートブロックチェーン使うと非常に効率が良くなったっていう話もありますし、海外の金融機関は海外の金融機関の中での、まあ、お金だったり、うん、取引のやり取りっていうのをブロックチェーンに記入し、書き込んでいこうみたいな話になっているから、うんうんうん、こっちは海外結構進んでいる、日本が遅れているような状態なのかなと思います、うん、なるほどなるほどなるほど。まさにそこで加納さんもブロックチェーン国家戦略にっていうのを掲げられたって、はい、ね、お話とかされてましたけど、そこ どこからこう崩していけばいいですか？これは難しいですね。僕もブロックチェーン7年やってますけど、はい、まあ、ちょっとずつお客さんが増えていって、うんうん、僕らまあ基本的に大企業のお客さんとお付き合いをしているんですけれども、うん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 、まあ、徐々に認められてはいるので、うんうん、まあ、ブロックチェーンでしかできないようなユースケースっていうのがやっぱり一番いいと思うんですよ、うん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 、その、まあ、何でしょう、そのいわゆる普通の DX でできるような部分っていうのは、はいはい、やっぱりなかなか採用されないと、うん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 、でそうなるとやっぱりなんか独立して動いてるとか、まあ、関西に耐えるとか、はい、さっき の, その利点を生かしたようなオペレーションのユースケースっていうのは、うんうんうん、まあ、いいのかなと。で僕らはちょっと不動産とか金融とかが得意なので、はい、まあ、そのエリアで頑張っていこうかなと、うんうんうん、なるほどなるほど。でもさっき の, そのいわゆる膨大な量で単純な作業でいうと、うん、まさにその何でしょう、マイナンバーとか、うん、そこら辺の行政書類とか、はい、ああいうところに進んでほしいなと僕も個人的にすごい思うんですけどね。いや行きたいですね。マイナンバーは、うん、はい、マイナンバーをブロックチェーン化するって言ったら炎上したんですけどそれはそれなんで炎上するかっていうと、はいはい、よく分かってないから、はい、まあ、既存の技術の暗号セキュリティ屋さんみたいなのがいて、はいはい、その人たちはすごく嫌悪感を示しているように思いますと。なるほど。で既存技術の塊じゃないかっていうふうに指摘もあって、うん、まあ、それはその通りかもしれないけれども、うん、でもこういうものがあって、うん、フレームワークとして成り立ってて、うん、安価に導入できるんだったらそれでいいんじゃないかなと思っていますと、うん、でマイナンバーをマイナンバー置き換えるのは非常に民主的なプロセスも必要だし、うん、まあ、膨大なデータ量ですから、うん、それをいきなり実現できるとも思ってないんですけれども、うん、例えば行政の手続き、なんかその手続きしたけれども、うん、不備があるよとかなんとかっていう、うん、とかこれやったけど消えちゃったみたいなないようなところの、はい、まあ、簡単なユースケースで、うん、まあ、導入してもらって、うん、で徐々に広げていくのがいいのかなと。でもちろんその不動産等規模とか、はい、法人等規模とかでブロックチェーン使うと素晴らしいと思うんですよ、うん、ただこれもまた技術的な話よりも、はい、もっと政治的な話の方が圧倒的な課題としては多いので、うんうんうん、まあ、これもそうだし戸籍の問題もそうだし住民票の問題もそうだし、そもそもブロックチェーンというか技術のレイヤーというよりかはそもそもデータの整合性とか、そういったところで全然話がまとまってないんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、なるほどなるほど。意外に僕個人的にはその先々はなんかそのブロックチェーンをもっと理解広げることも必要だなと思ってて、先々はなんかブロックチェーン使ってるからサービスを選ぶとか、うん、いうようなこうユーザー目線になっていくといいような気もしてるんですけど、そのちょっと違うんですよ、ベリサインみたいな、なんかその、はいはいはい、HTTPS 使ってるから安心、まあ、それだけで安心じゃないですけど、はい、なんかそういう感じでユーザーって見るじゃないですか。なんかブロックチェーン、あ、こっちは同じ、例えば請求書発行ができるプラットフォームでは、こっちはブロックチェーン、こっちは普通みたいな、はいはいはい、ふうになっていくのが意外とポイントかなと思うんですよ。そこら辺どう思います？いや、それいいポイントで、はい、まあ、やっぱりそのこっちはブロックチェーン裏側で動いてるので、うんうん、必ず存在証明できますよと、うんうんうん、で普段使ってる時は全く気にせずに使えていて、はいはい、いざ問題があった時にちゃんと、うん、この時にちゃんと提出してるから、うんうんうん、僕らが例えば特許の権利持ってるよとか、うんうんうん、選出案件っていうんですけれども、うんうん、まあ、そういった簡単なユースケースとかでできないかなとか、うんうん、まあ、例えば、ね、どっちが先にアイデア出したとかも、まあ、そういったところで揉めたりしますから、はいはいはい、うん、まあ、あとは契約書だったり、うん、契約書が違ってる、偽造したなんとかって、うんうん、そういった時にはブロックチェーン見ていただければ証明できるかなと思いますけど、うん、
ありがとうございます。はい。